第2回モンド21王座決定戦 A グループ第1戦のスタートです。トンチャに鈴木、ナンチャに尾崎、シャーチャに梶田、ペーチャに初音です。重たいような感じがしますと、ここで梶田がトンを離してすかさず尾崎がポンです。薬杯を泣いていきました。あっと、これはどうだ。最終手出しがウーマンで、まあ、一応ケアする範囲ではあるんですけど、あとカンパーマンを恨めてるんですよね。ああ、でも出ちゃいますね。そのまま出ましたね、梶田の宝珠です。まあ、安い手ではありますが上がりきりました尾崎です。まあ、モンドテレビマッチ、これが初上がりになります尾崎浩太です。意外と緊張してないんじゃないですかね。あのそうですね、コバが続きます。難2局に入って親番は尾崎浩太。いや、このラス争いはしびれますけど、しびれますね、ただね、ワンツーのルールじゃないですか、はいはい、3チャン4チャンそんな変化ないんですよね実は。そうですか。10ポイントコバですと、そんなに、まあ、次頑張ればいいやっていう10ポイントありますけど、初音ここまでね割とまあ我慢というかですね、あまり前に行けない、まあ間に合ってないケースが、お仕掛けましたね、一泣きです。はい、もうこれ満貫見えてますからね、ラブナン叩いてリャンマン引いてっていう。さあ、ここでもな、話すか。どうなんですかね、嫌な感じですよね。まあ、行きますね、これで、まあ、もう十分。そう、先に3ピンを切って2面2つにするか。そうですね。ああ、そうですか。もし相手のスピードも上げたくないですよね、泣かれた時に。なるほど。おっと、これも食った。リャウンワンのテンパイ入った。これはまあ手順とはいえ、あっ、と初音リーチ。しかもリャウピンがね結構薄い、梶田にとってはチャンスかもしれない。もう梶田引くに引けないですから、ここはね。そうですね、もう。こういう時ってやっぱり梶田の方がちょっと寒い思いしてるんですか。いや、寒い、寒いのは寒いですけど、もう腹くくらなきゃしょうがないんで、ね、増えていくものなんですけど、なかなかね、あ、つかんだ。くわー、ただやっぱり休みですね。ウーマンが当たりました。ダブナン流派上がりました。梶田です。リーボー付きですよね。そうですね、はい、はい、3人並びになりましたか。梶田、そうですね、梶田が29900ですね。はい、トップに出ました。その後およそ3000 点, 出す、3000点差で尾崎です。初音もマンツモでまだトップですからね。いや、ラスウェですけど、難3局です。親番梶田です。ドラは3連敗のチュン。梶田やっと面前で勝負できそうな大会が来ましたね。得意の、ええ、自分の土俵で戦える。おそらく梶田は多少形悪くても先手でリーチっていうことを考えてるでしょうから、はい、ここは。さあ、尾崎は名本ですね。どんなチューンですからね。そのチューン持ってる梶田、ちょっとここは大変ですね。3人にチューンが1枚ずつ分散してて、
切り時が難しいですよね。感じたので鈴木達也ももうピンズに染めに行くんですよね。そうですね、やっぱこれも同じでドラが役配じゃないですか、はい、んそこをなんていうんですかね、使いやすくするには本一、チートイツ、トイトイ、はい、こういったね、まあ、基本的には統一系の手役狙っていくのがいいんですけどね、うん、まあ、本一もその一つなんですよ、まあ、要はスッと手配とドラの役配がまあマッチしてるというか、普通のメンツでいくとやっぱ使いづらいじゃないですか、瞬通で使えないですからね、はい、確かに、最悪短期待ちになってしまうという。おっとトンガンコ、これで自敗と総図にはなりました。しかし梶田これは順調に手を進めますね。テンパです、テンパです。一応切って様子見るかどうする、うん、切って様子見ですね、様子見、はい、はい、で泣かれなかった合わせ打ちを誰かがしますよね。一人がもう合わせたらこうまだ切らない、合わせたらリーチ、要はあんこの可能性が消えるわけですから、はい、まあ、あと守護の変化もあるんですけどね、一応ね、これはもうここでリーチもありですか。もうありますよね。そうですよね、うん、あります、はい、あります。とりあえずポンがないですからね、まあ、これはドラグ役会の時の上等手段というなるほどね、はい、あ、もちろんそのままリーチ行く時もありますよ。そうですか。もう例えば余裕がない時、余裕がないというのはその積もれないと、あ、積もらないと上がれない、まあ、いわゆる役なしの形、そうするともう泣くなら泣けということですか。あ、まあそうですね、てか自分がもう先にテンパ入れてて両面だけど、まあ上がれない形であるならば、その一巡の隙が怖いですから。なるほど、即リーチ打ちますよね。うん、一応 これピンフ系でもありますし、まあ様子見というか、はい、積もりました、はあ、リーズもピンフ、さあ裏ドラ期待する梶田、裏乗りましたね、乗りましたね。さあここで抜け出しました梶田です。小場が続いていましたが、何の3曲出す前で親番梶田、見事なつも上がりを見せました。そうですね、はい、あ、これでもリーチかかりますよ。おっと貫禄マン、しかも1枚が多いなこれねえ、いやいい流れです梶田。4枚残り、待ちは1数万、誰もこれいけそうにないですよね。本当ですね、達也がだからだけどポンはしづらいじゃないですか。親のリーチの現物が3枚できる、あ、2枚できるわけですから、2枚ね、ええ、なんか出たとしても、ええ、自力で、まあ、8、8切って3切ってのリーチなんで6は通りやすいですよね。6球ピンがちょっと考えにくいですから。雰囲気的には積もりそうですね。そうですね、達也がこれ今初音とチーピングがもちもちになってて、はい、もうほとんど上がれないですよね、こうなると。まあ、リャンピンは確かに生きてますけどね、リャンピンも自力であんこったら勝負だけど、あー、これ、うん、これでもチーピンまだちょっと時間かかりますね。あ、でもメンツになったか、初音のところに。ここでパーマン、パーマン泣かずですよね、達也もね。さあ尾崎もいいシャンテン、いいシャンテンなんですけど、リャンゾー入ればもう問題なく追いかけますね。リャンゾー入ればね、はいはい、パスをこれ現物ですけど、うん、あ、リャンゾーでも2番2枚ですかね、ちょっとそれは急切りますね、すいませんと。これでチーピン出すのか、後筋ですねこれは、はい、はい、ポンだ、チーピンはポンした。 でチーワン切って勝負か。ウッパーマンは現物ですからね。あっと、ウッパーマンに受けた、パーマン発音がさっき通しますから、うんうんうん、でやっぱりかわすんだったら両面取らないとダメですよね。なるほどね、リーチかかって不利な状態ですから、もうトイトイそんなことは言ってられません。これでもねえ怖いですけどね、現物を泣くのは腹
荒くくりましたね。となるとイスーマンもどうですかね。まだチュンのハンコありますからね、はい、いざとなったら回れるんですよ。あーなるほど、はいはい。だからちょっといや瞬間ゲーっぽいところはありますけど、どうでしょう、ローマン今通ってます。これだからイーマン通ってないな。イーマン通ってないです。通ってない。ローマン現物ですからね。おお。いやー引いたー鈴木達也。326。ドラを引いてきました鈴木達也。ここは親のリーチに向かっていきました。まあ梶田もいい流れでイスーマン自信作だとは思いますが。鈴木達也にかわされた格好です。そしてオーラスを迎えます。おお、9はアンコ。さあこれでテンパってシャンポンいくか、リーチか。うーん、ウソとドラのシャンポンです。尾崎ただおっと、チーピン積もって対局終わらせました梶田。最後は難をポンしてしっかりとトップを守って対局を終了させました。麻雀ファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。土屋和彦です。モンド21麻雀プロリーグがお送りする第2回モンド21王座決定戦、前回から始まりましたが、今日は A グループ第2戦の模様をお送りしてまいります。ハンチャン2回でトップと2位は準決勝進出が確定です。前回トップの梶田、そのまますんなりいくのか、それとも初音の巻き返しが見られるのか、注目の一戦です。それでは4名の対局前のコメント聞いてみましょう。まずは前回ラスを引いてしまいました初音プロマイナス 36.7、 見せ場を期待してますよ。はい、そうですね。やっぱり予選の時に力を使い果たしてしまったみたいで、なんか手が入らないんですよ。まあでもしょうがないんで、やるだけのことはやります。頑張ります。わかりました、はいはい。そしてテレビマッチは前回が初です。尾崎プロは第3位でマイナス 18.8 でした。さあ、ね、今回はもう緊張感も抜けて攻めていきたいですね。そうですね、ちょっと緊張もほぐれてきたんで、まあ、あと、まあ、最初3着でしたんで、まあ、頑張って残れるように頑張ります。わかりました、はい。そしてお隣梶田プロ、前回は見事トップを取りまして、現在プラス 46.1。 まあ安心はできないでしょうけども、ちょっとほっとしてますか。まあ前回トップ取れたのは本当にね、この2回での勝ち残りだと本当に有利だとは思うんですけど、ただ安心しきっちゃうと危ないんで気をつけていきます。わかりました。そして最後4人目が鈴木プロ、前回は2位浮上でプラス 9.4、 最後いい上がりして2位で終われたっていうのはどうなんですか。そうですね、まあ、2人残れるんで、うん、上、まあ、そういうふうな麻雀を出れば残れると思うんで頑張ります。わかりました、はい。という4名の対局になりますが、今回もおなじみナビゲーター解説は理論派雀士です梶本拓則プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今回はどんなところが見どころになるんでしょうね。そうですね、まあ、結構難しいんですよね。1位勝ち上がりで3位もどうなるか分かんない、まあ、4位はそのまま落ちたんで、結構2、3、4っていうところのシビアな争いになるとは思うんですけど、うん、ただ、まあ、1回戦のラスの初音もそんなにね大きな傷、まあ、傷は傷なんですけど、はい、というわけではないんで、まあ、とりあえず点数を叩いてできればトップと、悪くても2着に大きめな2着になればもしかしたらっていうのはやっぱりあるかもしれないですね。そうですね、そこら辺がね、はい、微妙なんですけど、順位戦の場合は結構全員がシビアに打ってきますから、ええ、なかなかね難しいとは思うんですけど、うん、そこら辺はまあ覚悟の上で自分らしく打ってもらえばなと思います。わかりました、はい。さあ準決勝一番乗り果たして誰なんでしょうか。まもなく当杯の開始です。第2回モンド21王座決定戦 A グループ第2戦のスタートです。トンチャに初音、なんちゃに尾崎、シャーちゃに梶田、ペーちゃに鈴木です。
ドラは両走です。八のハイパーいいですね。まあ前回は本当に手が入らなくてノーフォーラーだった初音、トンパツから飛ばしていきたいところでしょう。尾崎もただ悪くないですね、はい、しかもこの梶田の手配からチュンが結構泣けそうなんですよ、はい、そうなると初音の親もあっさり蹴られちゃうことも十分ありますね。うん、あもうこれでいいシャンテン、まあ、これチュンが出ればほぼ泣く形ですね。まあ、とりあえずハクを合わせ打って次どうなるかっていうところなんですけど、ポンした後の形が悪くないですからね尾崎の手配。今のところシャンポンですけど、はい、そこからいくらでも手代わりしますから。下の手がもう一手進んで、これでチュン出るか、出てポンテンポンして、しかも初音にやや余り気味の3層、まあ一応いいシャンテンなんですけどね初音でも。ここに三蔵です。どうなるかな、この三蔵出ちゃいそうな感じも。マンズ嫌えばマンズで当たりますしね、リャンマンで。ああ、なるほど、うまく。これも将来余りそうな可能性がありますね、リャンマンもね。やっぱり2-4だと5を引くとその時点で余りますから、はい。まあ、将来的な、あ、ここで両面に変えましたね。ほほサブローマンになりました。こうなった方が逆に初音あたりはチャンスが出てくるってことですか。まだちょっと良くなりましたね、はい、とりあえずマンズの受けはあるし脇から出にくい形になりましたね。と4枚目のウーピンです。ここでカンサンマン嫌っていきました。さあ逆襲できるかどうかっていうところですよね。まあ、ドラがリアンソーなんで初音は想像嫌わずに済んだっていうのはあるんですけどね。はい、テンパりたいところです初音。一方こちらはサブローマンテンパに入っている尾崎。ローマンはまだ全部生きてるんですよね。あ、そうですね、3万はもう2枚、あ、自分で1枚使ってるからあと1枚ですけどね。さあどうするか、9万一旦切ってタンヤオに伸びればいいかなと。ソーズが伸びたらカンパーマンそのまま嫌っていっちゃうしっていう感じですかね。パーピンがアンコになります。さあ親番の初音持ってきたのは何。そうと切れればいいんですけど、うん、まあ、ひとまずそーっと切りました。さあテンパった、貫数層、数層は2枚使われてますね。はい、初音は手代わりが期待できるんですか。これはまあ、ドラ引きで、ドラ引きで、椅子層、両面がありますね。そうすると、この時点で、まあ、脅かしも含めてのリーチっていうのはありませんか。やんないほうがいいですね。あと3アンコもありますし、あの、ローソン引いたら、あの、3面、ん ?4、5、6、7、4面ちゃう。まあ、ちょっと薄いですけど。
これはさすがに黙点の方がいいですね。まあ脅かしは確かに効果的なんですけどね。うん、別に玉点流れるわけですから。まあそうですね。うん、で高くなるわけですから。はい。まあ、しない方がいいですね。ちょっと。ちょっと切りづらいところでしょうか。そうですね。ほとんど、まあただね、あの尾崎の仕掛けでの2風呂入ってるわけじゃないですか。はい。で、おっ、いっぱい。さあ、3ピン切って、ダマ。ヤウピンの受け。多分、普通の戦いだったらリーチいってんでしょうね。ええ。まあ、1回戦2着ということで、大事めに打ちました。あら、もろ引っ掛け。ドラの方ですね。はい。要するに、卵巣を引いての椅子素というのが、まず、なくなったんで。断面待ちだったらまあね、スッとリーチいけるんですけども、そのメリットがなくなったんで、ここで関連層でリーチということなんですよ。これ尾崎は押していけるんですかね。そうですね、比較的マンズは通りやすそうな気配はありますけどね、はい、実際は結構薄くなったんですか。あと3枚それでもありますけど、まあただね、あの前回ラスのおやりですからね、あんま相手したくはないでしょうね。はい、かといってぼーっとしてると上がりきられて今度自分が不利になるということもあるんで、まあ一番難しいですよね、こういうところがね。まあ、そのあたりはね、前回2位のこの達也も一緒でしょうか。言いそうでかなり考えています。ウーソー切りのリーチ大事にきましたね。はい、テンパイ崩しました。取った、これを見た達也が、あーっと、そうですよね。あ、ドラだ。あ、押した、おー、押した、これが当たります。裏ドラは乗りませんでした。いや、先にテンパイが入ったのはこの尾崎の方だったんですが、親のリーチに手痛い宝珠、しかもドラ。E1C がね、どうだったかなというところはあるんですよ。あの2、2、3、4、5のバンズがあって、3層のシャンポンで、うん、で、まあ、マンズ3面茶になる可能性もあるんですよね、ドーマン引いて。まあ、確かにシャンポンから断面って、街は有利なんですけど、まあそのままで、つもで形を変える方が良かったんじゃないかなと思ったんですよね。そうですか。あの自分から決めちゃわないで。はい、確かに、でも断面取りたくなりますからね。一概に悪いとは言えないんですけど、また尾崎としてはこれトンパツ、当面のライバルである、まあ初音の親番かわして上がれればっていうところがあったんでしょうか ね。まあちょっとがっかり。まあでもドラで打ってね、3級で済んだらまあいいかと。あ、そういう考え方。シャンポンなら1万2000ですからね。そうですね、はい。さあ初音はこれは本一に行くんですか。ピンズが両面なる前に、うん、まあトーン重ねたり、そうですね、あと数万あたり引けばもう寄せていくんじゃないですかね。でも発電そこまでするタイプでもないんですよね。そうですか。はい、どっちかというとリューハポンしたらトン切っちゃってイシャン手に受けるって。ほうほうほう。中袋のリャンマン切ります。カジタ、そしてこちらは鈴木達也、新統一狙いなんか、ね、なんかそんな、感じですね。ちゃんたちとチートイツ、達也はどっちかというとチートイツの方を好みそうですね。うん、そしたらツモいいですね。そうですね、この辺りピンズがすんなりと、うまく他の人と違うタイミングで手が入るんです。あ、これでピンズ嫌いますね。カジタの場合は、ぶつからないんですよ。あの脇の3人とね、もう問題なくあっさり玉で、しかもピンズいいんじゃないですか。あ、しかも初音が3ピン浮かせてるんですよね。あら、
あ、これでも3ピン出て2000点の、あ、ごめんなさい、漫画だこれ、ドラチーマンだ。あー、そうだそうだ、ダマテンでピンフイーペーコードラドラ。まあこれはでもちょっと警戒のしようがないですよね。そうですね、はい、突発いい上がりの後初音梶田に対する放銃になりました。親番は尾崎。まあ尾崎にとってはまたここ一つ最初の山番になりますね。そうですね、1局目に初音に打ってるんで、ええ、まあ、3-3で終わるとちょっと寒いですからね。はい、前回の第一戦は3位でした。まあ、ハイパイはそこそこって感じですか。そうですね、ただ梶田の手にドラが統一の夜会の難が統一で、ええ、まあ、これも初音から割ともう2巡目ぐらいに出るんで、そこで早く攻撃されると尾崎もちょっと辛いところありますよね。はい、ドラのヤンピンが統一になっている梶田です。こちらは鈴木達也。達也もね、まあ、うまくマンズとピンズでコロチの3色ぐらいできれば破壊力のある手になるんですけど、まあ 1-2 が勝ち上がりなんでね、梶田としては自分で決めてもいいし、達也に主導権握ってもらってもまあいいかなというところあるんですよね。はい、要は梶田にとって何が怖いかというと、自分が落ちたときに3位4位の、まあ、初音尾崎っていうのが来るのがちょっと怖いんですよね、うん、そうなると細かい点数になって、まあ1回目トップなんで4位になることはないんですけど、うん、確定勝ち上がりが結果待ち勝ち上がりみたいになるのはちょっと不安ですから、はい、できれば達也をうまく使って行きたいところなんですけどね。まあ、この曲は多分自力でいけそうですね。カンローアン弾きました。ここでちょっと考えてね。マンズね、数万リャンマンで、まあ、もう一メンツ見込みたいですから、パーピンはず、そうですね、パーピンいいんじゃないですかね。ああ、これ難が泣けたらメンツ選択になりますね。なりますね。ここで何なき、あ、なんじゃないや、初1枚切れなんでとりあえずそっち切りましたね。あ、ピンズ切らうかな、それともリャンウマンが、あ、まだ決めない。ピンズの上はまあ誰も切ってないんで、はい、そこちょっと不自由になりそうかなっていうことをまあ割と考えるタイプであれば、もうチーピンパーピン切っちゃうかなって気がするんですけどね。まあ、こうなるともう何でもいいのかな。おマンズ切った。ほう誰も切ってないから最終的には出づらいだろうっていう判断ですか。持ってるって感じがするんですよね。あ、そういうことですか。相手が持ってるから。まあ、同じ、あっとこういうのってどうなんですか。いや、確かにね、マンズの下も確かに誰も切ってないんですよ、ええ、まあ、同じ理屈かなという気がするんですけど、はい、ちょっと痛いのは痛いですね。実際6球ピンよりリャンウマの方が薄いですから、悪い選択をしたわけではないんですよね。うん、これ初音でもなかなか難切りませんね。そうですね、走行してる間に鈴木達也あたりが追いついてくるのかどうか。俺は目2つにしたんですね。あ、ドラだ。あー、この浮いてるドラは使いづらい。しかも、まあ、一応ね、失敗してる形ですから。そうですね、フォローするんだったらチートイツですけど、どう取る。後継のいいシャンテンですよね。なあ、切った方がいいんですけど、うん、だからちょっとね、でもポンされますね、これね。ポンポンされますよ。はい、本して6球ピン。いったー。本されて。
さあこれでテンパイが入る梶田、待ちは6球ピン確定満願です。6球ピン全部山っていうか1枚だけ使われてて、あと7枚生きてますね。7枚、もうまあ向かわないでしょうからね、ちょっと。もうトンも切りづらいってことですか。まあ、1枚切ってて、うん、短期とかが嫌ですけどね。スーソーがアンコー、さあテンパイだ。ローピン出ちゃうかな。出ないか、さすがにマンズ3万馬切れますもんね。なるほど、ドラポンじゃなければ、即利いってる可能性ありますけどね。はい。これでもウーピンあたり引き込んで、これも切りづらい。なんか3、7って切ってあるときに、リャウッパーってすごいありそうなんですよね。ですか？ええ、3と7カジタの捨て牌にあるじゃないですか。はいはい。いかにもリャウッパーがありそうっていう。こんな切ってるリーチにやっぱ5は相当怖いですからね。おー、うん、どこまで回せるか尾崎。ションパイもうサブローマンがねもう ほとんど見えててないんですよね。そうですね、もうやる気も失せるというもんですよ、はい、これは、まだ6枚そうですよね、脇からは出ないでしょうけどね。はい、しのぐ牌はあるのか鈴木。もうだからもうやめましたね、これルーハー4枚目なんで、はい、別に切ろうと思ったら切れるんですけど、もうイーシャンテイージスラも放棄しましたね。尾崎だけがこれでいいシャンテン維持してますが、あとはもうどんどん出ない感じ。まあ達也にとってはね、梶田が抜けてくれてもまあいいんですよね。うん、要は怖いのは、一番現実的に怖いのは総合で4位になることで、その場合ですね、初音と達也の点差が46ぐらいですか、46ポイント、はい、とこれでリーチにいった、スチーピンだ。うまくね、ウーピンが通って、パスを重ねて、はい、うわー、しかし梶田リーボーまで持っていっちゃう、ね、本当ですね、尾崎としては悔しい。さあ、梶田が着々と準決勝進出に向けて展望を重ねます。逆に尾崎はここは痛い親かぶり。まあ、A、B、C、3つのグループに分かれているんですが、3位のプレイヤー上位2名がね上がれるというのは一つポイントですからね。そうですね、はい、でまあ3位でもひどいへこまなければっていうところはあるんでね、はい、一回も積もれないというのはちょっとやっぱり嫌ですよね、尾崎にとっては。まあ、うまく回しての天敗でしたからね。親番は梶田になりました。トン3曲です。これもいいですよ。
ダブトンが統一。しかもダブトン持ってる達也の手が割といいじゃないですか、はい、比較的早い段階であのテンパ入る可能性高いですね。これはね、何切るんですかねこれ。あーつも切り、うん、三層切りとかってのあるんですか。ありますよ、はあはあ、ええ、まあもっと言えば別にトーン切ったって悪くないわけですからね。ですか、ええ、タンヤオがつくわけですから、うん、トーンのダブトンの現状の出にくさ考えると、はい、そういう選択もまあなくはないですよね。トーン叩いて、まあ今現状2球ドラと振り返って5%、うん、よりは、まあ、例えば単品ドラ1とかね、そういう、もしくは、まあ、これいつも睨みますよね。ワンズに手かけるかな、これいいんですよ。あ、手かけない。ピンズ何引いてもまあまあいい形じゃないですか、はい、これは。さあここはどうだ、トンが出る。そうですね、ダブトンポン。さあこれテンパイ、そして両冠の形どっちを切るか。冠ウーマンに受けました。そうですね、決めるなら3万、ローマン来て冠3万、チーマンの引きを考えるならああいう風に取りますよね。まあこういう早い順目のテンパイですから、まあ、先手取り切ったと、まあ、思うだったらもうちょっとなんていうんですか、変化を考えてああいう風に受けたりしますよね、はい、もしかしたらそろそろ1人2人いいジャンルの人間がいるなと思った場合は、決めてダイレクトに見せてローマン切って3万の出を狙うという手はありますね、うん、はい、これちょっと今 5% に変化しましたね。あとごめんなさい、確かにサブローマン、あ、サブローピンのテンパイ入りますね。ダブトン仕掛けてますからね、ちょっとおいそれとは行きづらいんでしょうね。そしてローマン持ってきてここは行きます。もう梶田からテンパイ気配は出てると思っていいんですか、他の3人からすると。そうですね、まあ怖いことは怖いでしょうね、ダブトンですし。ただ警戒するものとしてはもうあまりにもちょっと範囲が広すぎますかね。でもやっぱりマンズ真ん中あたりはプンプン匂うとか。あ、鈴木達也上がりましたね。そうですね、まあ、ソースの上あたりも結構怖いですよね、ウーソ3層って切ってるところで。なるほどね、イースソ取ってますから、はい、だけどまあ限定はできないですからね、あのああいう時ってなる、丁寧とかなるべく危険を犯さないように徐々に進むしかないっていう感じはしますけどね、はい。鈴木達也、ここは親の上がりを、まあ、阻止したということになるでしょうか。その鈴木が親番になります。トン4局、ドラは9ピンです。現在2番手の鈴木達也、親番流れた梶田の手です。逆牌の白が統一。まあしかし達也はよく梶田のチャンス手を蹴ってるんですけどね。あの前回もイースマンですか、はい、メンピンドラ1メンタンピンまでだったかな、
あのイスマンのリーチの時に、突っ張って高2の上がりをものにしてるとかね。まあ、カジとあれかなり自信作だったんですよね。そうですね、それを確か達也がチーピンポンして勝負に行ったわけですよね。ウーパーマンで、はい、ドラのウーマンをつま上がったっていうのがあったので、ね、結構走らせないようにはしてるんですけど、だから、まあ、今回ね、梶田の勝ち上がりは、まあ、濃厚でしょうけど、うん、ちょっと遅れてポンですね。この先なんか嫌な感じがしますよね。ここ一番で足元すくわれそうな感じがしますよね。そうですか。こういう結構チャンス蹴られてるんでね、梶田ね。あ、達也またちょっとこれ楽しみな点になってきましたね。そうですね、統一が多くて、まあ、イペコでもありますし、うん、3個もっと先まであるかもしれないです。はい、とりあえずこれ2枚目だ。もうちょっともうあれですね。あ、しかし3個毛が来るし、これでまた、まあ、パソ切ってね、形になってきました。はい、くっつきで、流派は嫌ですか。残したいってことですか。チートに睨んで、一応ね、これじゃ白ですね、仕掛けても。そうです。あ、そうですね、はい、一泣きでした。気持ち悪いところでもあるんでしょうね。これサブロスト入った時にね、ウッパーマンできるように。お、もう統一の手を詰めたみたいですね。そうですね、もう、てか梶田に対して受けてますね。あ、そうですか。もうおそらく今回は、はい、ウッパーマン、でも達也はここは勝負に行く場面ではないんですか。親番でもあるし。そうですね、うん、現在2番手、うん、原点とはいえ、別に安全圏ではないですからね。はい、まあ、確かに大可なく梶田が流してくれる分には歓迎なんでしょうけどね、うん、かといって自分が有利、まあ、まあね、結局初音尾崎と争いが残ってるわけですから。残ってるわけですよね、少しでも話しておいた方がいいとは思うんですけど、まあだからそういった意味で自分から転ばないようにということも考えられますね。まあドラも見えてないですし、はい、カンサーマーの役なしなんですけどね、これもうないんですよね、カジさんのところに。で、まあ、ウーマン引いてイーペーコー含み、もしくはイーマン引いて一通になるか、そこでリーチをかけてくるんでしょうけど。チーピン、つもぎりです。さあ、尾崎は9ピンドラです。見えてきますね、これって、まあそうですね、ウーピン切ってチーピン引けばローピン切って3色、ドラが重なったらパーピン切ってリーチ。あ、これちょっとこれになりますね。出ますかね。まあ、出るでしょうね。はい、これが梶田に当たります。まあ、それほど高い手ではありません。場を進めます。鈴木の親が落ちました。トンバ終了でこの後は難波です。さあ、この後一周、初音そして尾崎の逆襲はあるのか。
このハンチャン、まあ、僅差ではありますが現在ラスメが尾崎16100点、3番手に初音17600点です。初音はちょっと勝負どころですよね。確かに、遠いですけど、はい、もうこの親落ちたら結構もう絶望的ですからね。そうですね、とにかく主導権を取る、スピードで取る、あの仕掛けで取るのかリーチで取るのかは、まあ、別として、はい、今の初音手格好だとリーチで取る切るのはちょっと難しいですね。初音の手も軽いですね。これオザキも結構警戒に行ってますね。だそれだけ初音が不調なんだなっていう気はしますね。なるほど、あの自分の親の時に、ね、はい、軽く手が入っちゃって、さあ巻いていきますね。白ポン、白ポン、ね、仕掛けだとやっぱりねリーチに比べたら迫力が落ちちゃうんですよね。うどうしても尾崎もくっつきのいいシャンテンですからね。やはり尾崎が速そうですね。そうですね、うん、なかなかしょうがないんですけどまあ結果的に初音急所のカンウーマンはカジのところに、まあ、自分で流しちゃいましたからね。はい、さあくっついたリーチ、リーチサブローマン、尾崎がいきます。待ちはサブローマン、3万が3枚、ローマンが1枚ですか。まあ、達也もこれで上がらせたくはないですけどね。はい、まあ、結局初音が切り開かざるを得ないということになるんで、はい、はい、これでポンしていいシャンテン、まだテンパイ入らない。ハク、そしてロースをポンです。積もった尾崎、どっちですか積もったのは。3万じゃないですか。あ、3万ですね。はい、簡単に取ってテンパレってやつです。なるほど。いやー、初音にとってはここが勝負だった親番、尾崎のスピードにやられました。場が進んで難2局です。結構ね、はい、これもうこうなると2位3位の争いが結構シビアですけどね。今度は尾崎鈴木の戦いですね、はい、ただシビアな戦いをやればやるほど残りやすくはありますよね。要はそれだけ2位と競ってるってことは、はい、ゼロに近いってことじゃないですか。その通りですね、うん、まあ、3位に敗れて結果待ちにはなるんですが、はい、可能性は高くなると。そうです、はい、まあできればねみんな確定の方がいいですから、はい、もちろん2位を狙ってくるんでしょうけどね。初音はもう国士、そうですね、尾崎の手がまあまあいいですからね。はい、はい、こちらは梶田、うーん、7、8、9の3色、ちゃんたですか。ちゃんた3色決めてますね。方針がはっきりしてる、あとは押し引きのバランスだけの問題ですから、はい、ある程度手役見えてる分だけなんていうんですかね、安全牌とかまあ、あのションパイの抑え方とかのバランスも取りやすいんですよね、こうやって決めてると。で、まあ、うまくいかなきゃ降りればいいだけの話ですから、はい、別に尾崎の親を落とすために社会気になる必要ないですから。いいですよね、展望を持ってると。その役目は達也にやってもらうと、うん、
ね、あんチュン2枚切れなんですけど、はい、ションパイの箱の方打ってきますよね。これだからうまくいかなかった時の終盤の安全パイのために打ってるんですよ。で仕掛けが入ると誰が言ってんのかあたりが見極めが効くんですよね。はい、だから場の状況をはっきりさせるためにできれば泣いてほしいんですよ。うん、誰が来てんのかと。例えばこれが達也が仕掛けた場合はじゃあもう親流してくださいっていうことでパイを下ろすこともできるんですよ。うんうんうん、要は自分と達也の目的が一致してる場合は協力できるという。なるほどね、はい、まあ暗黙の了解とでも言いましょうか。そうですね、とりあえず初音が国士狙ってますからね。まあ今のところマンズしか来てないんで、はい、まだ微妙なところなんですけど、はい、まあ、普通親落ちてこの点数だとねよほどでかい手を狙いにいってるんだろうっていうことは想像できますからね。尾崎9万です。尾崎の手間まあ、テンパイはしそうですけどあんまり手代わりは期待できそうもなさそうですか。まあ、くっつきでねどっちがくっついてシャア落として単品っていうことですね。なるほど、ええ、ただ他の人がそんなに早くない分、うん、意外とこの親連チャンできるそうな感じはしますよ。カジダもそのシャカリキに行ってないですからね。そうですね、ええ、あでももういいじゃんってな。ここがいっぱい早いのかな。でもちゃんたけはここから先が難しいですよね。そうですね、まあはい、ドラのパーピンでも残ってますし、はい、3ピン、あ、尾崎さんこれでくっつきマンズでしょうね。マンズ安いんですけどあまりにも出すぎてて、うん、マッチが残ってないですからね。あとドラがあるんでチーピンは切らない。どう仕掛けたのは達也です。さあどうなるかな。ちょっと遠いんでね。あ、あれ、まあ、食い逃れたんですかこれ。数案考えます。そうですね、上はかなり切れてるんですけど下は実は意外と残ってると。でもまあちょっとねロウソウ切っていいもんかどうかっていうところがまだ半信半疑なんですね。チーソーも切れてるんでね。うん、結構3倍に3枚アドラ食い取った。パーピンが重なった。カジタテンパイ食い取られてますよ。スーピンはあまり嬉しくありません。そうですね、今スーピンが出たばっかりなんで、まあ、積も切るかな。それとももう想像諦めてピンズの受け入れを広くするか。これ難しいですよね。変えるとまたダメだったりするんですよね。あ、シャアはションパイです。無理はしたくないカジタ。タツヤシャアチャですね。シャアチャのタツヤ仕掛けてる。いきます。割とこういう時何でもやってるタイプのうちではいろんなパイを警戒してくれるからちょっと得ですよね。例えば絶対数字引っ掛けやんないとか、うん、絶対バックはやんないとかそういうのがあるとそれが逆に弱点になったりしますよね。それでもその絶対は当てになるんですか。まあ割とやんない人っていうのは結構いるじゃないですか。はい、で例えばバックをあんまりしない人が先付け、はい、まあ、まあバックですね仕掛けをすると逆にもう一組役配あんのかなとかそういうふうに、うん、まあ、読まれてしまうんですよね。うん、ランダムにやれっていうタイプの人も教え、まあ、そういう戦術を発表してる人もいますよね。カジタテンパイですね。これペン三品でね。でそれをまた鈴木達也が泣いてテンパイです。サブローワンパーピンですか。はい、3万がないですけどね。ローマンはまだ1枚いるんじゃないですかね。
カジタはちゃんとドラ1のテンパ、いやーテンパれませんね尾崎、なんとか最悪親番は維持したいところです。そのまま切ります。ウーマン、ここはウーピン、貫禄ピンです。なんとかテンパイまでこぎつけました尾崎。そうですね、ローピン、ああこれでも上がれないんですよね。まあパーピン引きがあるからリーチはいけないんですよやっぱり。おお積もった、すごい。おはい、いやいやいや、ずいぶんテンパイまでは時間がかかったんですが、最後苦しいところ積も上がりました。望みをつなげます尾崎浩太連チャンに成功もう終盤の梶田の3ピンというのはやっぱりかなり3人には警戒されますか。でもない、まあそんなでもないかもしれないですね。そうすごい強い入ってるわけでもないし、むしろわざと達也に泣かせて曲を進めさせようっていうふうに言う意図があるかもしれないのでね、そこの強めのパイには。ただどっちにしてもこの連チャンはあまりいい感じはしないですよ。なるほど、梶田にとっても、はい、達也にとっても。初音は喜んでます、安く済んでよかった、もう一曲チャンスが増えるか。そうですね、そしてまあ尾崎自身にとってもね、繋がったっていう思いはありますよね。初音は尾崎をラスにすれば可能性出てきますから。その通りですね、で自分が2着に浮上すれば厳しいですけどね、それでも厳しいですけど、全く目標がないわけじゃないんで、はい、まだ尾崎が今度いいんじゃないですか。ドラはスーマンです。初音もドラドラで万貫ぐらいは狙えますよね。あーでもこれでいいシャンテン。そうですね、尾崎がいい。一方こちら梶田はまたちょっと時間がかかりそうか。初音はこれ流派仕掛けてきますね、形良くないですけどね、蹴りたいですから、割と蹴りに行くタイプですから。行くタイプ、はい、はい、形悪くても例えば初音から次ね、あのスチーマン、ローソー、ウーピン、まあ、チーピンあたり入ったところ時でも行くでしょうから、まあ、それでもひとまずペーかな、ペー打ってリュウハ打ってっていう、まあ、その段階でポン。ただ尾崎はもういいシャンテンですからね、うん、先にリーチ入ると尾崎カーンウーマンでリーチ行くかな。ピンズが伸びそう、とりあえず難しそうですね。とりあえず3層っていいんじゃないですか。そうですね、3層、ああこれピンズに手かけない方がいいんですか。うん、そうですね、あの3万あたり引いたときにローマン切って2234のマンズとピンズのリアンウッパーピンっていう広いところ残したいですからね。あとピンズ数ピンあたり引いたらもうドラのカンチャン嫌っていってもいいまであるんですよ、うん、っていうのはウーマンダイレクトに引けばいいですけど、チーマン引いても嬉しくない、うん、ドラが出るから、うんうん、でそうですね、3万引いても2234って、まあ、ちょっとねあのドラまたぎの自分で2枚使ってる部分なんで、はい、あんまりこれも嬉しくない。もうダイレクトにウーマン引く以外はそんなに良くはないですよね、まあ、一応差し子があるから、例えばウーソーを引いてテンパイ取ってダマテン3万匹、それは嬉しいですよね。高めの方が枚数多いですから。さあリファ仕掛けた、でもテンパイの形になってますね、これはね。そうですね、ヤンウーマン割とリュウハの出が長引いてその間に自分の形整えられたんですね、はい、
でもひとまずリャウマンそんなにいい町だとは思ってないんで、はい、パーピンローピンあたりを引いて三面ちゃんに変化っていうのが理想ですね。あの手配からと、シーソー考えましたがつもぎりです。どうだ三面ちゃん、ここですか、うん、尾崎チーテン取らず、まあ、取らないですねもったいなくて。もう好きなく構えたいんだったら取りますけどね。もう仕掛けも入ってますし、今入れとけば出てきたウーマンでロンって言えるわけですからね。そうですね、さあリャンカンにするか。リャンカンにしましたね。ジャントがもうパーピンに振り替わったんで、はい、今度はマンズどっちが入ってももう即り打てるように構えましたね。これ梶田のイーマンは出ないんですか。うん、なんか安牌のあるうちは出さないんじゃないですかね。そうですか、うわーイーマンだ。2000点ですね。2000、上がったのは鈴木達也です。ああこれで尾崎の親が落ちて、あと何3局4局を残します。今みたいなのいいですよね。とりあえず天敗、まあ本州ではないですけど、あの、まあ、そこで出てきてもよし、うん、あと変化も十分あるっていうのがね、やっぱり仕掛けた時の理想の形でありますよね。なるほど、はい。南三局親番梶田です。現在トップ名、トータルでもトップに立っている梶田。今の時点で準決勝進出は、まあ、盤石とまではいかないんですが濃厚です。いやもう確定です。確定ですか。確定です。はい、そうですか。いやよっぽどバカっぱや役満とかが、うん、打たない限りはもうほとんど大丈夫でしょう。やっぱり初戦のトップってのは本当大きいですよね。2回ですからね、もうやっぱり圧倒的なアドバンテージですよ。あとはより丁寧に打って、はい、自分から、勝負をかけないっていうことですよね。リーチしない、うん、手に惚れない、うん、あとまあ役のない、役のないテンパイ組まないってことなんですよね。はい、普通ならリーチ行くところも、まあ、ここはダマテンで流す、確実に勝ちを取るっていう、これはまあ単独のね、なんていうんですか、半チャンでもトップ目だとそうすることが多いんですけど、こういう戦いだともうよりそうなりますよね。はい、梶田はただ割となんていうんですかね、そこで自分が緩めたりして、なんていうんですかね、他の人に勢いを与えちゃうのを結構嫌うんで、うん、割と自然には行くんでしょうけどね、うん、だからもうちょっと達也にアシストしていいところでもしてないですよね。パイ抜いてないですもんね。なるほど。あんまり自然な形で、要はそれは先を見てやってるんですけどね、準決勝以降の戦いのにらんで。ジュンちゃんぐらい作らないとちょっと厳しいですね。さあこれで例えばピン付け選びますね。うん、尾崎もねドラがある、一応ねこれで今6チップはもう見えてきましたけど、ちょっと間に合いそうにないか。これちょっと次流派出たらどうするのかな。ちょポンしてテンパイ取るのが自然を大事にするならそういうことになりますよね。はい、ポンして両面テンパイ取ってウッパーピン。さあこれでまあでも上がれそうなら上がりますよね。上がります上がります、はい、でこれリハ出るから、あ出ないのか。
あ、そうか、それはそう思ってても意味ないですもんね。達也がリーチって言ったらどうなんだろう。リーチって言ったら流派仕掛けずに、そうか、鍵ですけど、パーソン梶田が全部持ってる。これ達也がね、今流派切ると、あーでも今切ってもダメか。あ、これで切りそうですね。ラマテンするとポンが入って、はい、入んないですね。入んない、もういいやってことなんですね。あー、そうですか、上がる気はないと、もう流すと。まあ日記の連チャンしてもしょうがないだろうと。なるほどね、いうことですね。はい、でこれがまあ自分で勝負かけない。んあ、ツモですよ。そうですね。びっくりびっくりした。ナイク戦争まあこれね、ちょっと梶田と鈴木の思惑が一致してるような感じで、はい、あの段階でポン入れて嘘を切るとロン2000点ということですよね。そうですね、はい、はい、達也も同じ理由でリーチいかないんだと思いますよ。現状ね、8000点ぐらい上だったんですか、あの時点で。でもし自分がリーチかけて尾崎にパーンと打っちゃうと、今度立場逆転しちゃいますからね。はい、オーラスを迎えました。南四局親番は鈴木達也です。ドラはローピンです。もう達也、梶田はやることがはっきりしてます。達也はもうこの曲を平穏無事に流すこと。はい、尾崎は条件がちょっとあるんですよね。梶田としては、まあ、スッと上がればそれで終わりですよね。はい、上がれば終わりです。はい、8.2 差をつけて 2着にしなきゃならないですから、羽つもぐらいがいりそうですね、尾崎は。あ、羽つもでも届かないのか、あいつもだ。まあでも羽マンだったら2着に上がって、うん、でポイントも傷が小さくて済みますから、はい、マイナス10ぐらいになりますよね、羽つもだと。もうちょっとか、マイナス1桁まであるか。だからそれはそれでよしでしょうね。まあ初音は厳しいです本当ですよね、まあ、こうなる前になんとかしたかった。まあとりあえず2着には上がんないとちょっと話にならないですね。確かに、つまりハネマンね、ハネマン以上狙い。もうみんな条件分かってますからね。はい、早いですよこれは。またこう いい感じの手配の人がいませんね。さっきこれでね、あの急所カウンピン埋めたんですけど、はい、あとちょっと、もう一役シャーチャですから、シャーをあんこにすると漫画が見えてきますけど、そのシャーもちもちなんで、うん、ピンズ3面ちゃんどうしますかね。3ピン打ちますね。ペンチーマンを引くと今度はピン付近に持っていくんですよね、シャアを落として。はい、メンピンツモドライチ裏でとりあえず逆転で2着浮上。まあ裏ドラ頼みというのもね、まあしょうがないですよね、厳しいものがあります、はい、一発裏ドラあるルールですから。積もって裏ドラぐらいまではね、一発まではちょっとなるほどね、はい、確かに、うん、はい、ツモっていうのはまあその時点で確定するわけじゃないですか、はい、あとはまあ裏ドラぐらいは期待してもいいんじゃないかなって気がしますね、こういう戦いでは。
優勝がかかってる場面ではね、やっぱなかなか、それでもよっぽど追い詰められたときはそうせざるを得ないですけどね。ええ、でこの後に E グループ、C グループと続くわけじゃないですか。そうです。そこの出演者は例えばその先に行われている対局の点数を知らないんですよ。そうですね、はい、持ち点を知らないんで、だから合わせてね調整するということはできませんね。そうなんですよね、はい、それは今シャー切りましたけど差し子をちょっと見ないと、まあでもドラ引けば面ピンツも思うも裏っていう感じにはなりますけどね。尾崎テンパイ、はい、リーチに行った、ね、これリアウパーピン、リアウパーピン、4枚来てんじゃないですか。8枚ある。発つもに期待したいところです。一発つもなら無条件、うん、尾崎どうだ。トンです。とここに当たり牌が来ます。リーチの時点で達也の勝ち上がりはほぼ決定ですね。ハネマンの可能性がないですから、はい、裏もないですね。これ9万が4枚見えてますから、だからまあ跳ねつもなっても変わらないんですけど、もう打っても終わりということです。あとはこの対局が尾崎が、トータルポイントどれだけにできるかという。そうですね、はい、徐々に山が少なくなってきます。2枚ですかね、もう意外と少ないですよね。だいぶ減っちゃいましたね、はい、まあ、てか2枚だから、あ、これであと1枚ヤンピンか。達也はしのぐ牌はないんですか。なるほど、ないですね。うん、ないですね。白ション牌、これ尾崎最後のツモですね。山あと一つ、このあと敗定です。流局ですね。流局です。対局終了です。いやー、梶田2連勝で準決勝進出、うん、そして鈴木もしぶとくこらえて第1戦第2戦いずれも2着、こちらも準決勝進出確定です。さあという第2戦だったんですが、梶本プロ、はい、どんなことを聞きましょうか。そうですね、ラス前梶田さん、はい、ポンテン取らなかったですよね。取らないですね、はい、ちょっと、はい、まあ、その理由を一言教えていただければと。あれ、まあ、ポイントあるんで、はい、面前でテンパ入ったらリーチは打ちますけど、はいはいはい、ポイントを叩きに行ってもいいぐらいですけど、はい、あそこで細かい連チャンしても自分にとって意味があんまりないと思ったんで、はいはいはい、むしろ相手のチャンスを増やしてしまうだけという、うん、そうですね。だからこの条件戦だとあそこはポンテンは取らずに、うん、はい、で達也さんはそのウッパスオでダマテンしてたんですけど、はい、その辺もやっぱり
条件っていうことが。そうですね、条件、まあ、どん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 場を流していって、まあ、うん、尾崎さんとちょっと近かったんですけど、まあ、だから直接リーチ合戦になるのは避けたい。避けたいですね、うん、リーチはもう全て避けた。まあ、そうですね、だから僕も流派のポンテンよりも面前での転廃考えてたんで、だから途中でパスアンコで数層2枚、はい、数層2枚の時あるじゃないですか、はい、だからあれも両面でテンパったら両面でリーチかけてもいいかなぐらいで、逆に流派の梵天考えてね、あそこで要するに嘘を払っとくっていうのは両面系のテンパを考えて先嘘を払ってるんで、まああれは逆に上がってもらって全然 OK だし嬉しかったぐらいですね。あとはあの尾崎プロ、序盤の両層打ち込みは、まあ、一つあそこ勝負どころという自分の中で判断あったんですか？あ、そうですね、まあまあ、危険かなと思ったんですけど、まあ、基本的には自分がテンパってる時は、まあ、降りないんで、うん、イーマン中はやっぱ普段からそういう感じなんですかね、シャンポンから両面、基本本当サブローワンから C 入りたかったんですけど、サブローワン食ってイスマン、そうですね、それならいいかなと思ったんですけど、まあ、確かに E はイスワンはちょっと仕掛けづらいんですけど、うん、半信半疑かなっていうところなんですかね。そうですね、まあ、けど一応まあ仕掛けるとは決めていました、ね、でその曲上がった初音さんはね、勢いつくかなと思ったんですけどね、すぐ梶田さんに、あれタイミングがすごいもうハマっちゃったんですよね。いや、あれ多分もう本一行くのを決めてたのに、あのピンズより先にチューンを切ってるその一巡が多分命取りだったんじゃないかなってずっと思ってたんで、まあ、あれは自分がいけないなと思いました。ピンズに行く、あ、ピンズを嫌うって決めたら自敗より先にっていうことですね。そうですよね、そうしなくちゃいけないのに、あの1枚チューンが切れちゃったからピンズを払う前にチューンを切ってしまって、それで切り遅れてるじゃないですか。だからそれはもう本当自分が悪いなと思いました、うん、なるほど、はい、ということで第2戦が終了しました。 A グループの皆さん本当にお疲れ様でした、放送席の解説は梶本拓則プロでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、次回は B グループ第1戦の模様をお送りいたします。今日はこの辺で失礼いたします。